フレッドトヨサブロをこれまつ、1919年1月30日から2005年3月30日は、第二次世界大戦期のアメリカ合衆国における、日系人の強制収容の不当性を訴えた、権利擁護活動家。1905年に、日本からアメリカに渡り、カリフォルニア州オークランドで、バラ園芸場を営む福岡県出身の両親の、元、 4人兄弟の三男として生まれる。フレッドという英語名は学校の先生が豊三郎という名前を発音できず適当にそう呼んだことに由来している。高校時代はテニス部と水泳部を掛け持ちするなど活発な性格であったことから日系順以外の友人にも恵まれていたという。1938年にハイスクールを卒業した後は 大学で経営学を学ぶことを希望したが、家庭の経済的事情により、働きながら大学に通うことにした。しかし、仕事と学業の両立が困難だったため、わずか3ヶ月で中退を余儀なくされ、以降の2年間は家業を手伝うこととなった。これ松は当時、イタリア系のアイダ・ボイタノと交際していたが、アイダの両親からは、日系人であることを理由に、 白人の自分たちとは釣り合わない人間だと言われ、続けていたという。1940年9月に合衆国議会において青年男子の徴兵を認めることが決議された。これに伴い、これまつも翌1941年6月に高校時代の友人5人と地元の郵便局へ軍への入隊を申し込みに向かったが日系人であることを理由に拒否されることとなった。 だが、少しでも、国防への貢献がしたいと考えたことから、溶接工としての職業訓練を受け、終了後に、大型商船を製造しているオークランドの造船所での職を得た。職場では、真面目な仕事ぶりが評価され、徐々にではあるが出世の道を歩むことができた。しかし、そこでも日系人であるゆえの人種差別の壁が立ちふさがることとなり、ある朝出勤すると、 自分のタイムカードを処分されるという形で、唐突に解雇を言い渡された。すぐに、別の職場に採用されるも、採用時出張で不在だった上司の一人から、またしても日系人であることを理由に、わずか一週間で、解雇されてしまうこととなった。加えて、その後勤めた職場でも、在職中の1941年12月7日に、真珠湾攻撃がなされたことから、 三度失業する羽目になった。1942年3月27日に、西部防衛軍管区司令官のジョン・エル・デイビット、中将が、軍事地域第一区から住所を変更することを禁じた、布告第4号を発布したことから、事実上、自主的立ちのきができなくなった。加えて1942年5月3日には、同じデイビット中将が、日系アメリカ人に対して、 5月9日までに手に持つ、以外の財産を処分して、当局に出頭した上で、速やかに収容所へ移ることを命じたことから、これまつは、家族と別れて、愛ガと共に中西部か、ネバダ州を目指すことを決めた。それに際して、少しでも日系人に見られないようにするため、まぶたを二重にする整形手術まで受け、自らを、スペイン系ハワイ人のクライド・サラと名乗るようになった。 アイダンが家族と別れる決心をするのを待つ間には、バークレーのトレーラー会社で溶接工としての仕事に就いた。しかし、家族と別れてからちょうど3週間経った5月30日に、サンレアンドロの街稼働で日系人だと気づかれたことから、逮捕され、サンフランシスコの留置所へ送られた。逮捕後、アメリカ自由人権協会の北、カリフォルニア支部長だったアーネスト・ビー,イーシン・シグは、 これまつへ面会に訪れ、これまつに、この裁判を、日系アメリカ人抑留の合法性を確認する、テストケースとして利用しても構わないか、という胸を尋ねた。これまつはこれを承諾し、b シグは公民権弁護士として知られているウェイン・コリンズに、これまつの弁護を担当させることにした。当時の ACLU の幹部たちは、ルーズベルト大統領と懇意にしていたことから、 B.E. シグに裁判から手を引くよう圧力をかけたが、B.E. シグはあなた方の都合のために信念を曲げる気はありませんと忠告を突っぱねた。6月12日に、これまつは B.E. シグが法廷に5000ドルの保釈金を払ったことにより、一旦は留置所から出られることとなったが、これまつが裁判所から去ろうとした直後に憲兵によって再び逮捕されてしまった。 競馬場の旧舎が当てられたタンホラン仮収容所直後に、これまつはタンホラン仮収容所へ送られたが、裸電球が一つしかない上、太陽の光もほとんど差し込まず、馬粉の悪臭が漂う旧舎に身を置かれることとなり、後に留置所の方が清潔で、よほど居心地が良かったと回想している。タンホランでは偶然にも家族と再会することとなったが、ちょうど同じ時期に、 恋人の愛だと、発局することとなった。9月8日に、これまつは、大統領令9066号の下交付された、軍令への違反を取り締まる、広報ナンバー503違反の容疑で、北カリフォルニア州連邦地裁で、有罪判決を受けたが、これまつが法廷で、この国のためなら、兵役に服して、いつでも、どこでも、誰とでも戦えますとアメリカに忠誠を誓う先生を、 したことにより、禁庫刑ではなく5年の保護観察に置かれることとなった。コリンズは、控訴裁判所に上訴すれば、無罪を勝ち取れる、可能性が高いと考え、上告を申請した。裁判から1週間後に、これ松一家は、タンホラン仮収容所から、ユタ州のトッパーズ強制収容所に送られた。収容所では、不熟ン労働者として1日8時間排水口を、掘る。 病院を建設するといった仕事に従事し、1ヶ月12ドルを稼いだ。領収要所において、これまの言動は、避難にさらされることの方が多かった。西海岸に住む多くの日系人は、日系アメリカ人市民同盟のメンバーを含めて、アメリカ人として自分たちの忠誠を証明することを望み、政府による強制収容に協力した。このことから、 政府による強制収容に反対し続けたこれ松は日系人にとって薬病神のような存在と考えられるようになった。これ松一家がタンホランからトパーズへの移動中に他の日系人たちから自分の存在を築かれた際は大部分の日系人たちはこれ松と関われば自分たちもトラブルメーカーのレッテルを貼られると考えたことからこれ松の存在を無視し続け後に これ松自身が収容所では孤立した存在だったと回想している。裁判での敗北、編集1943年12月には、ビリーシグから控訴裁判所でも有罪判決が出たが、ACLU としては最高裁判所に控訴する意向があるとの報告を受けた。時を同じくして、これ松の兄弟たちは、アメリカの市民権を持たない一世である両親を残して、 収容所を離れることとなり、元の西海上へは戻ることができなかったため、収容所と同じユタ州のソルトレイクシティにある鉄工所で水タンクを修理する仕事に就いた。しかし、仕事を始めて3ヶ月後に、自分たち日系人が白人の同僚の半分しか給料をもらっていないことに気がついた。これまつは雇い主に、それでは不公平だ。 同じだけの給料を払ってくれと詰め寄ったが、その雇い主が文句を言うと収容所に送り返すぞと脅迫してきたため、怒ったこれ松は鉄工所を辞めた。その後はミシガン州デトロイトに移り、溶接工の仕事に就いたが、絵が非常にうまかったことが偶然上司の目に留まり、以降は土木会社で製図工として働くようになった。1944年12月には、 B 市グから最高裁判所でも日本人のスパイ活動は事実であり、戦時下では軍事上必要な事態であるとの言い分のもと、有罪判決は覆らなかったという知らせを受け、その後30年以上にわたって沈黙を守り続けることとなり、家族にも一切これらの経験を話さなかったという。裁判後はデトロイトに移り住んですぐに知り合った。 最近学者のキャサリン・ピアソンと1946年秋に結婚し、1949年にはカリフォルニアに戻り、1950年には長女カレン、1954年には長男ケネスを設けた。カリフォルニアでも製図工の仕事に就き、休日にはゴルフを楽しむほか、教会やライオンズクラブでのボランティア活動に勤しむという生活を送ったが、 犯罪者としての善果があることから大企業や公的な役職に就くことはできなかった。名誉回復編集1980年にジミー・カーター大統領は戦時における民間人の転従、抑留に関する委員会1998年にこれまつはアメリカにおける文民向けの最高位の勲章である大統領自由勲章を受賞した。 ホワイトハウスにおいて取り行われた勲章を授与するための式典において、クリントン大統領は、我が国の正義を希求する長い歴史の中で、多くの魂のために戦った市民の名が、輝いています。プレッシー、ブラウン、パークス。その栄光の人々の列に、今日、フレッド・コレマツという名が、新たに刻まれたのですと述べた。晩年は、9.11以降アメリカで、深刻化する。 アラブ系アメリカ人への差別やグアンタナも刑務所の不当性を訴えブッシュ政権との戦いに備えていたが二千五年三月三十日にサンフランシスコ北部のマリン郡にある長女の自宅で死亡した八十六歳ボーツ2 0年九月二十三日にカリフォルニア州政府はこれ末の誕生日である一月三十日をフレッドこれ末の日と制定し就民に 憲法で保障された市民の自由の重要性を再認識する機会とした。2017年1月30日、先日のフレットこれ松の日に Google がアメリカ合衆国版フロント画面にこれ松のイラストを掲載、合わせて間違いだと思うならば声を上げることを恐れてはならないというこれ松の言葉を紹介している。直前にドナルド・トランプ大統領が署名した。 大統領令により、シリア難民の受け入れ停止やイスラム圏7カ国からアメリカ合衆国への入国禁止が命じられたことへの批判ではないかと話題になった。ありがとうございます。